ヨーヨー、あの噂聞いたか？聞いた聞いた。1年間手を洗わなかったらゴールデングラブ賞がもらえるんだろう？もらえねえよ。そうじゃなくてロストとの戦争の話だよ。ああ、それも聞いた聞いた。いよいよロストがこの毒楽園にも攻め込んできたらしいな。そうそう、お隣の総霊魔界も滅ぼされたことだし、次は俺たちの番か。で、出たー、ロストだ、逃げろこっちからもロストが。もうおしまいだ。おいおい、俺様たちはロストじゃねえぞ。え？ロストじゃない？僕たちは反乱軍です。安心してください。ロストの相手は僕たちが引き受けます。反乱軍だと？聞いたこともないな。どうせ雑魚の寄せ集めだろう。今なら服従か、それとも死か、お前たちに選ばせてやってもいいぞ。おくたばりになるのはあなた方の方でしたよね、キリア様。で、また食べてるし。もうキリア様ったら本当に食いしん坊ですわね。そこまでだ、ロストどもめ。次から次へと。何者だ、どこにいる。嵐を巻き起こす白銀の影、疾風怒涛の魔王ゼロ剣挑戦と。またお前か。今度は何の用だ。何の用だと。前回お前たちをロストの連中から助け損なったからな。改めて助けに来てやったぜ。助け損なったから助けに来ただ。何を言ってんだこの小僧は。どうやらおつむに重大な欠陥を抱えていらっしゃるようですわね。お気の毒に。なーむー。わざわざ俺たちをつけてきたのか。ご苦労なことだ。うるさい。ロストと戦うのはオイラの役目なんだ。素人は引っ込んでな。キリアさん、どうしますか。彼は宇宙壊滅的なアホみたいですが、敵ではないようです。反乱軍の一員として迎え入れるのも選択肢の一つではありますが。反乱軍のことはお前が好きに決めれば。俺の目的はボイドダークだけだ。なるほど。それではゼロ剣は無視してロストとの戦闘に集中しましょう。